皆さんこんにちは、ズブです。今回ですね、なぎさの妖精ロザリーの情報がね、公式から発表されましたので、今回は性能について見ていこうかなと思います。まあ、今回のこのロザリーなんですけど、結構ね、ハマセラと似ているような感じのね、ステータスや能力といった感じになっております。ということで、早速内容の方を見ていきましょう。まず、ステータスの方が、これハマセラと比較していくんですが、今右に表示しているのがハマセラのステータスですね。まあ、ステータスがね、本当に似ていて、HP、MP、攻撃といったところは結構一緒で、守備力が20ぐらいロザリーの方が高いんですが、素早さもね、ほとんど一緒ですね。1しか差がないと。で、賢さ関係なくて、移動力2のウェイトが50という感じになっております。で、ロザリーは、ハテナ系の補助タイプという感じのキャラクターになっていますね。で、ステータスだけではなくて、特技構成や特性といったところもね、非常に似ていまして、まず特技一つ目が、ソーラーバインドですね。射程1から3で敵一体を高確率で休みにすることができると、これ 60% なんですが、ダメージのない特技になっていますので、特技強化をすれば 80% ですね。で、なおかつ、大技になっていて、ダメージのない大技なんで、まあ、いわゆる必中の、まあ、休み攻撃で、当倍に対しても 80% で入るということで、まあ、これね、結構強いんじゃないかなと思いますね。まあ、ただですね、どっちかっていうと、僕はね、お助けレスキューの方が、まあ、AI 系の闘技場とかでも、PVP でもね、使える幅は大きいんじゃないかなと思ってるので、ここは、個人的にはね、お助けレスキューの方がいいのかなと思っております。で、次の特技、ヴィーナスヒールですね。自分を含む射程1から3で、範囲内の仲間すべての HP を大回復し、テンションを上げることができる効果一旦ということで、まあ、これ、ロザリーの目玉の特技になってくると思うんですけど、ここがね、やっぱりめちゃくちゃ強いですよね。天使のビッグウェーブの場合は、息耐性を上げることができるんですけども、まあ、大きな違いでいくと、まあ、テンションを上げるといった行為の方が単純に火力上げれるっていう点と待機ターンにねできる行動としてはまあ汎用性が高いんじゃないかなと思っております。まあ、例えば PVP で待ち合いになった時に息耐性を上げるといった行為は相手によったら刺さらないこともあるんですけど、テンションを上げるであればほぼ全ての対戦相手に対して通じるまあ特技になってくるんじゃないかなと思います。まあ、ちょっとね、ハマセラ僕めちゃくちゃ使うんですけど、待機ターンにね、まあ、お助けレスキューか、もう息耐性上げれるときは、まあ、テンションビッグウェーブといった感じで使い上げてるんですけど、お助けレスキューがね、待機ターンにする行動にしてはちょっと弱かったりするんですよね。まあ、ヒット&アイみたいな感じでね、前に出したキャラを引っ張ったり使える、引っ張ったりして、まあ、使うこともできるんですけど、まあ、待機ターンにする行動としては、どっちかというと、ヴィーナスヒールの方が強いんじゃないかなということで、ここがね、まあ、ハマセラとロザリーの大きな違いになってくるんじゃないかなと思います。で、次が、真夏のビッグバンですね。ハイナル敵すべてに、イオ属性の待機大ダメージを2回与えることができると、まあ、サンシャインはメラの5回なんですけども、まあ、総合ダメージだと待機なんで、ね、実際検証してみないとわかんないんですが、同じぐらいに設定されているとすると、まあ、ここはね、5回に攻撃を分けれる、ハマセラの方が強いんじゃないかなとは思いますね。で、ロザリーは自分の待機力、回復力を 40% の確率で上げるという効果が付与されているんで、まあ、ここもね、ハマセラとの違いにはなってきますね。ハマセラは攻撃力を下げることができる。で、ロザリーの場合は、まあ、3突の特性ですね。ハマセラの3突特性の耐技力、回復力を上げるという効果が、まあ、こっちのね、特技の方でついているということで、まあ、突しなくてもバフを狙えるっていうのはいいんじゃないかなと。ただし 40% の確率なんで、まあ、ここがね、ちょっとデメリットにもなっているのかなと思います。で、基本特性がサマータイムですね。戦闘開始時に素早さ移動力と、耐技力と回復力を上げることができる効果3ターンということで、まあ、ここはハマセラよりも耐技と回復力の威力分がアップしているので、単純に同じ回復量、ダメージ量だとすると、ロザリーの方が出していけるという感じになっていますね。で、次、1と2がトロピカルジュースですね。これはハマセラとほとんど一緒なんですが、違いでいくと、射程がね、1から3になっているので、ハマセラ1から2なんですよね。ここの1マスの射程の差はかなりでかいんじゃないかなと思います。で、3と2が太陽の光ですね。こっちは自分が状態異常になった時に一部の状態異常を解除する。これは戦闘中1回のみ発動するということで、まあ、ここもまあだいぶでかいですよね。ハマセラは状態異常解除ついてないんですけど、まあ、3と2がね、耐技バフになっているんで、ここの差も結構でかいんじゃないかなということで、本日公開されている情報といたしましては以上になりますね。で、こっからはロザリーがどれぐらい活躍できるキャラなのかっていうところについて考えていこうかなと思います。
まず、高難度におきましては、まあ、ちょっとハマセラと、まあ、比較しながら話していくんですけども、僕、ハマセラ貫突で所持していまして、活躍機会がね、だいぶ多いんで、まあ、それにプラスして、ロザリーができることっていうところを踏まえて、評価っていうところをね、していこうかなと思います。まず、高難度についてですね、ハマセラはね、現状そこまで使えるキャラではないのかなと、個人的には思っています。まあ、ただし、ロザリーは、それに加えて、ヴィーナスヒールっていうところが使えますので、うん、あのね、テンションを上げる行為っていうのがね、だいぶ、まあ強いんじゃないかなと。まあ高難度において火力といったところはね、非常に大事になってきますので、ここの差ってのはだいぶでかいですよね。ただし、まあここの差だけで、まああの高難度でめちゃくちゃ使うようになるかって言われると、僕はそうでもないのかなと思いますので、どっちにしろね、まあ高難度での活躍機会っていうのはそんなに多くないんじゃないかなと思っております。やっぱテンションはね、一回使うとゼロになってしまうんで、少年テリーみたいにね、バフをかけるたびにどんどん上乗せしていくんではなくて、まあテンション上げて、まあ使ってゼロになって、テンション上げてゼロになってって感じで、持続性がね、ないんで、サポートとしては、まあやっぱちょっと厳しくはなってくるのかなと。まあただし、テンションっていうのは少年テリーのね、物理威力のバフだとか、攻撃力バフとは別に乗ってきますので、まあ活躍できる場っていうのはね、まああるのかなとは思いますね。で、次、AI 系の闘技場においての評価なんですけども、まあ、個人闘技場とか、ギルド大会攻め側ですよね。まあ、現状ね、ハマセラが一番活躍できるコンテンツかなと思っていまして、まあ、ロザリーもそれと同じぐらい活躍はできるんじゃないかなと。まあ、ハマセラの仕事といたしましては、まあ、行動開始時ね、めちゃくちゃ素早さ高いんで、まあ、速攻パーティーで活躍できるといったところと、まあ、受けパーティーなんですけど、まあ、ハマセラ一体素早さ速いキャラを編成して、まあ、受けのね、まあ、適応力っていうところを高めることができいきますね。まあしかもですね、お助けレスキューで初期配置の調整っていうところもできますので、受けに対する能力っていうのは非常に高いんですよね。でロザリーもほぼほぼ同じぐらいの活躍はできると思いますので、まあお助けレスキューがね使えない分ちょっと痛いんですけど、その分確定休みといったところと、あとはね、仲間のテンションを一段階上げるといった行為もね、非常に強力な特技になっていますので、どっちが強いかって言われると非常に悩ましいんですけど、同じぐらいの活躍はできるんじゃないかなと思っております。まあ、汎用性だけで見れば、テンションの方がね、まあ、息耐性よりは強いかなと思いますので、汎用性だけで見れば、ロザリーの方が優秀なのかなと。で、ギルド大会防衛におきましては、まあ、ハマセラよりも、ロザリーの方が優秀なのかなと思っていまして、まあ、基本的な活躍は、まあ、一緒なのかなと。まあ、ただし、やっぱり、息耐性とテンションの違いっていうのは大きな差になってきますし、まあ、仲間の回復もね、射程1から3になっていますので、まあ、ここの差はね、非常に大きいのかなと。まあ、その分だけロザリーの方が活躍できるんじゃないかなと。まあ、それに加えて、息耐性上がるよりも、相手のね、テンションが、ま、全員一段階アップする方が、個人的にはね、まあ、だいぶね、戦いづらくなってくるのかなと思いますので、まあ、防衛においてはね、ロザリーの方が強いのかなと思いますね。で、最後、PVP での評価なんですけども、まあ、今、ハマセラ使うときって、まあ、速攻パーティーか、受けパーティー、どっちでも結構使えるんですけど、まあ、速攻においては、お助けレスキューがね、仲間の位置調整とかできる分ね、ハマセラの方が強いのかなと思いますね。ロザリーは速攻で前に出て、まあ、基本的には真夏のビッグバン打つか、ソーラーバインドで休みを狙う選択肢になってくると思うんですが、ハマセラの場合は状態症特技習得していれば、それも使えるし、サンシャインも使えるし、なおかつ、お助けレスキューで仲間をね、前に引っ張って、その引っ張ったキャラで攻撃していくという行動もできますので、速攻ではハマセラの方が強いのかなと。で、受けにおいては、まあ、先ほど言った通り、ヴィーナスヒールがね、まあ、ハマセラの天使のビッグエールだいぶ強くて、待機ターンにどん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 仲間のテンションを上げていけるんで、ここの差ってのはだいぶでかいのかなと思います。まあ、なんで、PVP の受け戦術だけにおいては、ハマセラよりもロザリーの方が、まあ、圧倒的に優秀なのかなっていうのが僕の考えですね。まあ、それ以外のコンテンツにおいては、まあ、そこまで大きな差はないので、まあ、わざわざね、ハマセラを所持されている方であれば、まあ、わざわざロザリーをガチャで引くほどではないのかなと思います。まあ、ただし、PVP の受け戦術をメインで考えている方であれば、まあ、似た性能ではあるんですけど、結構な差にはなってくるのかなと思いますので、まあ、ここね、ガチャで狙っていくっていうのもいいんじゃないかなとは思いますね。まあ、あと付け加えるんであれば、ハマセラって結構低突でも強いキャラで、ロザリーもね、低突で活躍できそうな性能かなとは思いますので、まあ、そこもね、まあ、無課金、美課金にとっては優しいんじゃないかなということで、個人的には結構おすすめのキャラかなと思います。はい、ということで本日の動画は以上になります。まあ、参考になったって方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。